おはようございます。株式会社トラフィックシムの福間と申します。はい。今日はあのクラウド利用のマルチテナントサービスということでお時間頂戴いたします。では簡単に最初自己紹介から。えー、と会社の中ではあの特注システム開発部の部長と IOE システム開発部の副部長そして代表取締役もやっています。 で仕事の比率はプログラム開発50%ということで、えー、と今でも開発しています、昨日の夜はあのポストマンを使ってテストスクリプトを作ってました。えーと,まあ、というのもあの趣味がプログラム開発で、まあ、趣味と実益を兼ねて仕事させてもらっています。で次に会社の紹介ですが、えー、と目標として難しいをひも解く。 ということを掲げてまして、えー、とまあ、とかくあのややこしくまあ、専門的な分野に入り込みがちなこの分野ですね、これをあのできるだけ簡単にシンプルに、えー、と示すことができればなということで授業を行っています。で、えー、得意なこととしてはあのデジタル放送の監視記録、それから、えー、と記録した映像データを利用したシステムの開発なんかを行ってます。 あと PC1 台の小さなシステムから全国に散らばるたくさんのサーバーをつなぐシステムなんかもやってますし社内でほとんどのことを開発してまして組み込みのソフトウェア Linux のカーネルをいじったり Web システムだとか Windows アプリスマホアプリなんかいろいろ作ってますで必要に応じてハードウェアも電子カラー,ーも設計しますので何か困ったことがあったらこういうことを実現したいなと。 いうことがあったら割と社内でなんとかしちゃおうという風な会社です。で、数年前から、えー、と主にこの AWS さんを使ってですねあの、クラウドシステムの開発を始めまして、最近はあの、まあ、結構これが社内でも主流になりつつあります。で、えー、と開発メンバーの半分近くが新規開発をしていて、さら、えー、に最近ですとあの、英語を主体に開発するメンバーですね。えー、と が増えてまして、えっ、ー、と今六名ぐらいのチームは公用語を英語にしまして活動進めてます。えっ、ー、ともうじきもう二名増えますので、まあそのうちあの海外の仕事だとか海外に向けたシステムの仕事なんか取れないかなと思ってます。ではあの本セッションの概要ですね。 最初にまずあのマルチテナントサービス、なぜ必要なのかというところをちょっと紹介させていただいてその後それを利用した例として RF モニタリングサービスと映像コンテンツの利用許諾申請ですねえそれを支援するサービスこの2つを紹介しようと思いますではあのマルチテナントサービス、なぜ必要かというところなんですが <laughs>。はい えっとですね、まず1つ目、複数のお客様が利用されること自体でサービスの価値が増えるという分野ですね、えーまあ、これ、AWS さんのブースで今さら何っていう話もあるんですが、一番分かりやすい例ですので、まあ、EC サイトを運,用します運営します、えー、っとお客様が増えると、EC サイト自体の価値が上がると、こういう分野は非常に、えー、っとマルチテナントサービスを向いてるんじゃないかなと。 でしかもまあクラウド利用非常に向いてるんじゃないかということでこの例としてあの後ほどですね、えー、と映像コンテンツの利用申請支援サービスの紹介をしようと思いますでもう一つですね、えー、とはいあのシステムをお客様に提供するときにまあ少し最初はちょっとまあスモールスタートしたいというふうなお客様に対して提供する場合にまあ通常あのサービス考えるとまああの 規模に応じてて費用が増えていくこういうあの、まあ、コストと費用の関係を考えればいいんですが実際にはこの基本費用が非常にかかってしまってちょっとだけサービスを提供するにも非常に大きなコストがかかっちゃうこういうシステムだとあの、まあ、なかなか、えー、とスモールスタートできないと。 でまあ、これがシングルテナントサービスの限界じゃないかなと思うんですが、まあ、ここにあの私どもです、ね、キャストハイブという AWS 上で動くマルチテナント対応の認証サービスを開発しましたこれを組み合わせることでマルチテナントサービスを作りましたでこれによって何ができるかというとこの基本費用の部分が複数のお客様で分散可能ということでお客様にとってはちょっとだけ始めることができるというサービス がまあ利用可能になりますでこの例として後ほど、えー、と RF モニタリングサービスの紹介をいたします、はい、では、えー、と具体的なサービスですね、はいえー、と RF モニタリングサービスプロンビーという名前をちょっと考えました、えー、とプロンビーですねあの、えー、とプローブっていう言葉とそれからあの、まあ、蜂がこバーッと飛び散っていろんな情報を集めて密を集めてくるように情報を集めてくるような IoT をを使っったサービスを作っていますで、えー、とこれがシステムの系統になるんですが AWS 上で、えー、サービスが動いてますそのサービスにあのこうプロンビープローブというプローブが、えー、と電波の受信状況だとか映像の状況だとかそういったものを収集して、えー、送りますでサーバー上でそれを蓄積しながら、えー、複数のブラウザに対して、えーとまあ、情報を提供するとそういうサービスになります でえー、キャストハイブ、ここでも使ってまして、えー、複数のお客様が、えー、とそのサービスを、まあ、共用利用できますのであのプローブ1台から利用できるサービスが実現しています、はいえー、次に、つ、まあ、こに使っているプローブのイメージですね、えー、と非常に、まあ、この写真で大きいですけれども小さなあのこのぐらいの小さなお弁当箱ぐらいのサービスサイズのプローブユニットを えーと設置します、いろんな場所に設置します。で、えー、と電源とアンテナとインターネット、LAN ケーブルをつなぐだけで、それで動き始めるというシステムになります。で、w i f i 接続が必要な場合は、専用のスマホアプリがありますので、それで設定していただいたり、固定 IP アドレスの設定も可能になっています。 右の方から順に地図があって地図上にいろんなインジケーターがあるんですけれどもあの複数ポイントの状況がこう色によって分かるようになります。中央に並んでいるのがえと各あのプロンビープローブの一覧になります。各プローブからの出力値がえと情報として見れます。そこで選んだ1つの情報が詳しく左側の方で折り返しの映像ですね。折り返しの映像だいたい1秒未満の遅延で動いてるんですけど。 このサービスの特徴の一つにこの長期間のデータ蓄積をクラウド上でやっているというところがあります。これ一つ例なんですがえと上から順にレベル CNR、p r、PR、のグラフなんですがこれえとなんかレベルのところを見ると上って下がって上って下がってというなんか波打っているような状況が伺えます。 これはあの,このプローブ、ですね実は海の近くに設置されたものなんですが、えー、と2年間の横幅縮尺で見ています。これ、きっとあの季節変動の影響を受けているんじゃないかという場面になります。こういうものはこの、えー、とグラフを長期間で見ることで分かりりやすすくなりますねでもう1つ例としてこれですねあの実はあのこのプローブ2年以上前からいろんなところに設置していただいて試験しているんですが。 あのこれ2日間のグラフでちょうど2年前の11月2020年の11月頃の測定データです。でレベルのところを見るとそんなに劣化してないにもかかわらず CNR と BR が非常に悪くなっているという場面があります。でこれあの実は元テレビ局の技術者の方にえーとご自宅に設置していただいたんですがちょうどその位置がですね SFN の複数のアンテナからの信号がちょうど届く地域でですね その方いわくこれはきっと SFN のアンテナ化の動機がずれてたんじゃないかとだからこういった状況が非常にこのグラフで分かりやすく確認ができるというのがこう大きな特徴になるんじゃないかなと思いますあのまだまだいろんな特徴がありますのでご興味ございましたらブースの方にお越しいただければと思いますえと次に映像コンテンツの利用申請サービスレクシアストアえこれについて説明しますはい えとこのサービスですけれどもあの映像コンテンツ利用する場合にですね非常に利用許諾申請って非常に大変ですでこれらをできるだけ簡単にしたいということとそれから同時に映像の素材の受け渡しもこのシステム上で実現しようということで作りましたベースになっているのはあのレクシアクラウドというもうすでに多くのお客様にご利用いただいているクラウド上の,あの弊社のレコーディングシステムをベースにしています でこれがサービスのワークフローです。私どもが AWS 上にあるレクシアストアを運用します。で、えっ、ー、と、はい、ライツホルダー側にエージェントがつきます。で、ここと基本契約を結びますと、まあ、その後エージェントは、実際のライツホルダーが持っている映像存在について、権利処理状況を確認します。で、確認していただくと、まあ、それ、大丈夫そうだなということだったら、それを、 実際にコンテンツ提供してもらってそれをレクシアストア上に登録しますで同時に利用,許利用許諾条件ですねこれもあの設定しましてえっとそうすることでこのレクシアストアちょうどお店に陳列するかのように映像素材ですね映像コンテンツが陳列された状態になりますでえ同様にエージェントは複数のライツホルダーと契約をして同じような動きをしますで えー、さらに、はいえー、と実際に利用される映像を利用されるお客様放送事業者様とか映像配信事業者様こ,い、えー、こことあの基本契約を結ぶとこの、えー、利用企業様は、えー、レクチャストア上の、えー、映像コンテンツのプレビューが可能になりますで、えー、プレビューをしてで同時に利用許諾条件も確認できますのであこれいいな欲しいなと。 いうときには、えー、これを条件合意することでダウンロードして、えー、使うことができるようになります。はい、で、えー、これが一連の流れになるんですが、実際にはこ,のこれだけですと商売なかなか成り立たなくて、もう少し多くのお客様にご利用いただく必要があります。そこで弊社の CastHive というマルチテナント認証サービスが、えー、つながることで、はい、ライツホルダーグループ、これを複数。 増やしていくことができますさらに、えー、と利用者様はですね利用される企業様にも複数ご参加いただいてなんとかサービスを価値あるものにしていきたいなというふうに考えています、はい、で次にあのじゃあ最初のサービスを始める段階であのどんな、えー、とライツホルダーが提供してくれるのかなということで今話が進んでいるお客、えー、先ですと、えー、ブラジルのサンプアロにあるライブスポーツ BR 社 というあのライブスポーツをあの配信している会社があるんですがそこと、えー、契約を結ぶところですで、えー、とじゃあなんでトラフィックシームがここと付き合いがあるのということなんですが私ども10年ぐらい前からずっとブラジルに営業活動を行ってましてでその中であの現地の、えー、システムインテグレーターの会社、えー、ラインナップ社という会社があるんですがそこの CEO であるニルソン・藤沢さんという方があのこの ライブスポーツ BR 社を立ち上げる、えー、ときに CTO として参加されましたで、えー、そこで、えー、この会社のことを知ったんですが、えー、さらにこの会社の CEO ですね代表をやってるのが、えー、ジョン・パラミーノさんという方これはあのこちらの方は、えー、とブラジルの ESPN におられた方で元コンテンツあ兼あの制作担当のバイスプレジデントだった方です ですのであの非常にコンテンツビジネスですねあの長けたケタ方が、えー、と運営されている会社だと思われます。はい実際に利用する画面です。えっ、ー、とまだ開発中のものでだいぶか現在変わってきてるんですがあの番組表情にえっ、ー、といろいろなあの映像素材が陳列されますで、えー、それにマウスカーソルを重ねると利用許諾条件が表示されますのでそれと同時に映像を確認してえっ、ー、と まあ気に入った部分があればダウンロードしてクリップ購入することもできますし全尺購入することもできるというようなシステムになっていますではちょっと最後にあのどんな素材があるのかなということでちょっとライブスポーツ VR 社にお願いしてこの今回の展示会向けに上映してもいいという素材をお預かりしてきましたはい,はいこちらあのボクシングの試合ですねこんなような 映像であったり、はい他これはラリーの映像でしょうかね、結構広大なブラジルの,あの中を走るので、かなり迫力あるものであります、こういった映像があの提供されるんですが、まだ他にもいっぱいいろんなスポーツの映像、扱われているみたいです。ということで、今、どんどん増やしていこうということで、交渉を続けているところです。はいあの 以上で2つのマルチテナントサービスをご案内したんですがどちらも非常にクラウドを使うことなければなかなか実現できなかったんじゃないかなというサービスだと思います。であのぜひこの利点を生かしてです、ね、今後、フェア事業をです、ね、拡大していきたいなと思っていますのでまたぜひご興味ございましたらぜひ弊社のブースまでお越しいただければと思います。では本日ありがとうございました